2005年に浦和からオファーがあった。これウィキペディアに書いておりまして、はい、というのは本当でしょうか。でもし本当ならば、その時の感想と断った理由を教えてくださいと。いきなりちょっと直球な質問で恐縮なんですけど。直球すぎるだろう、お前。田辺さん、いきなりぶっ込んできますね。はい、すいません。これはもう言える範囲でいいですかね。はい、どうぞどうぞ。これは本当です。おはい、浦和さんからオファーをいただいて、当時はね、はい、クバルト監督の時代でしたかね、アテネ世代、田中達也、啓太、鈴木啓太、まあ、トゥーリオ、阿部ちゃんとか、はい、若いその年代が中心選手多かったじゃないですか。そうですね、はい、その時にちょうどあのブッフバルト監督からオファーをいただいて、いろんなお話をさせてもらいました、はい、そこまでもう話言ってたんだ。はい、そうなんですよ。東京で、ちょっとある事務所で。実際にじゃあ、義堂監督と、まあ、マンツーマンでお話しして。そうですね。強化部長とかと、皆さんと裏のお話しして、魅力的なオファーをいただきました。はい。その時の感想っていうのはいかがですかね。感想ですか？いや、本当に、浦和さんのね、熱意も感じましたし、まあ、まさか監督がそういう交渉の席に来るとは知らなかったんで、はい、びっくりしたのと、まあ、本当にいろんなお話をしてもらって、正直嬉しかったですね。そこから実際に断るっていうことになっていくんですけど、うん、そこの葛藤というか、なぜ断ってしまったというか、これは浦和で自然的には、はい、お話があるんですけど、はい、まあ、本当に魅力的なお話だったんで、正直心が動いたっていうか、はい、あったんですけど、まあ、本当最終的にはもう追いたいですよね。大下をビッグクラブにしたい、そして大下で優勝したかったんで、本当最後は本当に悩むとこまで言ってたんですけど、正直本当に浦和で成長できると思ってましたし、もっともっと上レベルでやりたかったっていうのはすごくあったんですよ。当時レベルアップしたかった、で浦和だったらできると思ってたんですよね、いろんな部分で表面も含めて、まあ、その中でいろんなことを考えたところで、最終的にはやっぱり大分がいいっていうか、大分でやっぱり自分の夢だった大分で優勝したいっていうのがやっぱり強かったっていうのがありましたね、はい、大分愛はどこから来てるんですか。俺高橋さんって大分出身かと思ったら違うんですよ、ユージーさん。そうですよ、僕大分出身じゃないんですよ、山口県です。田中達也と言ってたら今新潟のね、愛っていうか、やっぱり大分で高校卒業してから大分トリニータに入団して、で何もわからない田舎者ですよ、正直。でそこからまたサッカーだけではなくて、人としてね、大分の皆さんにいろんなことを教わって、いろんな分野で支えてもらって、まあ本当に、まあ今大分市議会議員ですけど、本当に大分のために恩返しをしていきたいと、はい、もう人として本当成長させてくれたチームなんで、はい、私は本当に本当サッカー以外のところで本当にいろんな方に支えられたのは本当大きかったですね。これウィキペディアによると残留署名運動も行われて、うん、実際に残留署名があって、それもこう残留を決意した理由にって書かれてますけども。あ、それはもちろんです。本当に大分の県民の方が署名活動して、本当にこんなものを持ってきてくれて、まあ、それが本当に今も持ってますけど、非常に感動っていうか、もうやるしかないって、大分で戦うしかないって気持ちになりましたよね。じゃあ今のうちにこうユンカーに向けて署名活動しておきますか。いなくなっちゃいならないように、はい、いやいや可能性ありますね。そうですよね、あんなにどんどん活躍されちゃうと中国とか中東にね持ってかれちゃうような気がするありそうですね、